さあ、郵便受け取ってきましたけどね。ちょっと見せてやろうかなと思ったけど、もう満車でめちゃくちゃ混んでるんですぐ出します。年賀状関連でめちゃくちゃ混んでますね。出す人下手とはいえ、まだまだやっぱし、すごいお客さんですね。au から届きましたね。よいしょ。まあ、お届け先書いてあったら知ってますけどね。あ、お届け元か。ちなみに、郵便用語だと、二送人と二受け人って言いますね。郵便用語でもないか。あっちでも使うか。別に物流業界やったら全部使うか。二送人、二受け人っていう言葉ね。さあ、今年の外食納めどこにしようかな。もうせっかく出てきたんで。外食しようかな。マクドレストランでも行こうかな。やってるかな、今日。うん。昼までだったらやってると思うけどな。北町の方から抜けてきましょう。さあ、新進町の方まで抜けてきましたけどね。まあ別に景色を映す旅でもないんで、カメラこっち向きでやろうかな。何の話してたっけ、これカメラ止める前。あ、鉄道系みたいにやらないのかっていうね、ところで。まあちなみにその鉄道系だと押さえてないポイントって何かっていうと、例えば車両形式の説明とか、ダイヤとかね、そのあたりのところなんですけど、まあ要は、鉄道系の YouTube って基本的にはいわゆるダイヤグラムみたいに結構ちゃんと、シナリオを組んで、作ってるなっていうのが多いですよね。例えばここで、こういう風にして乗り過ごしをしましたっていう茶番やって、あ、でもこのルートでこのダイヤだとマイナス1分乗り換えでね、実は先に先行できる方法があるんですよみたいなね、私鉄の方使うとできますよとか、そういうようなやつ、あれもなんかも全部要は計算して、できるっていうのがね、分かる状態でやるっていうので、まあ結構シナリオ作り込みが結構大事になってくる。実はね、鉄道業界って、そういう視点で見てる人が何割ぐらいいるのかにもよりますけど、あ、めちゃくちゃそこのところ計算してやってるなっていうのがめちゃくちゃ多いです。うん。まあ、一番多分典型例は西洋寺さんのところですよね。あそこは全部ちゃんとそういうのが分かる状態でやってるから。まあでもそこにちゃんと、たまに徒歩を使うとかね、そういったようなのもあるんでね。うん。まあでもそこら辺はちゃんと計算してやってるなっていうのが分かる。まあで、基本的にその鉄道系はそういうのを楽しむところなんで、うちみたいに本当にもう全くの行き当たりばったりで撮ってるところってそうないんですよね。まあうちも、まあで、うちのところはここは計算してるよっていうところで計算してるって出してるじゃないですか。うん。そのあたりが抜本的に鉄道系じゃないですよね。まあ旅行系だとこういう形式は多いのかね。もう見てると YouTube でアップロードしてる人はちゃんと計算してる人が多いなっていうところありますけどね。うん。まあ特にやっぱ東京とかでねやってる人とかだと、旅行って言ってもやっぱ鉄道を使うっていうのが大前提になってきたりするんで、これ地方でね、車に乗って移動っていうところになってくると、全然やっぱ普段の生活の仕方が変わってくるんですよね。うん。だから多分思考のアナグラムの組み方とかも抜本的に違うんだろうな、そのあたりがね。うん。車にずっと走っとって、あれこっち入ったらどうなるやろうとかっていうようなこととかは、あんまり好まれないのかな。ただ、それは結構日本だけの話な感じがあって、海外だどっちかというとこういった方が売れる感じがあるんで、あ、そんなわけのわからんところ入ってくるんやっていうところとかを楽しむっていう。で、まあ私も海外のウォーキングとか見てると、どっちかというとそういったところのやつを楽しみますし、うん。まあだから、海外英語字幕つけてしまったら、ある程度、海外でも日本でも数百再生やけど、海外でも数百再生入るような、感じで作ってるっていうところですね。これをブラッシュアップしてって、最終的にはね、まあだから国内海外、
の、まあ、再生費が半々ぐらいで取れるように、海外、県外とかもね、狙っていきたいなという感じですね。なんでそんなに日本人だったらこうやったらウケるよねって、例えばこんな動画は絶対ウケないんですよ。で、例えば、そうだな、何があったっけ。最近だと、今やってるのだと、JR 西日本ターミナル駅完成派のため、あれなんかでも、もう絶対、プラン組んでね、こことここには行けるぞとかっていうのを全部出してね、やろうと思えば多分できるはずなんですよ。何時出発したら何時出てて、今、ダイヤのやつでね、まあ、あの時は峰線のね、運休とかがあったんで、また、変わってきてますけど、少なくても IOE 駅のような失態をやるようなところは、あかんすよね。それでと、あと宇部新川のところとか、宇部新川の、それ寝過ごしのところとかね、ああいうようなやつを、やってギリギリ間に合う、例えばそこからバスの迎えルートがありますとかっていうような案内をするのに、ね、寝過ごすとかそういうのやったら、動画として計画成り立つよねとかっていうふうにやるのが、本来の鉄道系のチャンネルはそういう感じで、やった方のが、まあ、ウケるっす。間違いなく。そういうのを楽しむ、ところなんでね。そこは抜本的に違うんだから、多分鉄道好きの、鉄道系が好きだっていう、人には、まあ、なんか違うってなっちゃうっていうのはもう知らない。ですから、まあそこはなんか違うって、いうね、ご意見いただくのは、まあ、だよね、としか言いようがねえんですよね。で、まあ、抜本的に戦略が、そうじゃないのを、アプローチしていくっていうぐらいなんで、そっちの方が、うちは楽しいと思うんで、っていうこと。自分が楽しいと思う動画を撮ってたら一番好きすぎるんでね。だから、旅行をするって言っても、本当に1から10までバッチリ計画する人っているじゃないですか。ああいう旅行って、だからツアー旅行とかもそうですけど、なんか楽しめないですよね。なんか結構その場のノリで熱量の高くなったところにボンと行くっていう感じで。まあで、どっちかというと本来 YouTube ってどっちかというとそういうノリのところが多い気がしますしね。YouTube でもそうでもないのかな。結構やっぱちゃんと計画立ててやってるところは、最近まで そっか計画立ててるところ多いな。計画立てて、じゃあできやんアホなんかって言われると、まあまあアホはアホなんですけど、うちの場合ね。まあただ別にやれんことはないですか。どっかでも言ってますけど、別に仕事ではちゃんと、ね、事業計画みたいなの出したりとか、マーケティング調査してね、これぐらいの費用対効果を見込みますみたいなの出したりとかっていう仕事も別にやってないわけじゃないんでね。だから、それの応用で別にそのプラン当てはめてね、やってしまえばいいだけなんで、取れんことは、一回だけやってみようか。一回だけそういうちゃんとプラン、立てて、ちゃんと計算したやつを、まあ、ちょっとゴールデンウィークぐらいに狙って、ちょっと一回事業計画ね、ちゃんと台本作ったやつで、台本通りに旅行してみたって、それで行こう。台本通りに旅行してみた、それでさ。ゴールデンウィークにとって思わないに出すような感じで、まあ、ただその計画で言うとそんな感じで、もう今の段階で撮るやつがお盆の話とかそういう風になってくるんだよね、公開が。そこら辺はちょっとうちの特殊な重要でありますけど、本当は実はね、最初の、甘い目論見では、あ、U ターンだったんだ甘い目論見やったら、このね、お盆、お正月、
年末年始に1日3本とかでガーッと一気に投稿して、とにかくストック履かせたいなっていうのはあったんですけど、あー、ちょっと編集間に合ってですね、まあ、正確に言うとやっぱ、あれは時間がかかっております。JR 西日本ターミナル駅完全制覇の旅シリーズ。今、この動画撮ってる段階だと、第55回、境港の、境港駅を出発するあたりかな、の動画を撮ってるところなんですけど、あれ、全何十回になるんだろうね。多分、サブのやつとかも全部回数カウントしたら、80回近くに行くのかな。うん、今の段階で多分、本編55回のサブが15回ぐらい入ってれば70回になる。だからプラス10は行くと思うで、ここから米子に帰ってそこからまたトラブルが発生してとかいろいろと起こりますんでね。あ、もうこの動画が出る時には、まあ、終わってるか。うん。ね、あったんで。で、大阪行って大阪からまたちょっと撮ったりともしましたんでね。あっちの関西系のところ。80回ぐらい行くのか。久しぶりの大長編ですね。そう、あれが何してずっとやってる、あれ総編集時間って100時間を超えてますという余裕で、うん、もうがっつりと編集やってますからね、うん、あれはまあ、またどっかでレビューみたいな話すると思いますけど、やっぱスマホ撮影だと手ぶれがどうしてもね、きついなっていうのでね、本当は、この年末 DJI ポケットでも買おうかなと思ったんですけど、まあ今回は買わずにキープできましたね。うん。まあ理由二つあって、一つはまあ、金銭面の問題です。完全にちょっと別の請求とか、まあ簡単に言うと夏に、やってた現金1万円以内でって言って、大丈夫かな前の車現金1万円以内でって言ってやってた企画ね、うん、ありましたけど、あれの時にキャッシュレスでね、クレジットでねバカバカ回した結果ね、秋口本当にプライマリーバランスえらいことになりまして、うん、やっべえなこれって、久しぶりにあこれ大丈夫かなっていうところまで言って、まあ実は今も安心できるところじゃなくて、なんとかお盆の時に6万円ぐらいの請求がガンと来たんで、冬のボーナスの時にね、来たんで、なんとかそれでボーナス操作してね、まあ、なんとかなったって感じですけど、まあそれで全部ボーナス飛んでっちゃったね、6万円払ったら完全にもうほぼ全部ね、ぶっ飛びですから。っていう感じで、で、今度、車の保険がね、また10万円請求がかかってくるんで、いやそうするとね、おー、どうするってなってるんでね、まあ、あまりちょっと本当に無駄遣いができんなっていう。うん、そこはね、さすがに最低限の計算をしますからね、その、28の法則ってよく言ってますけど、計算し合うのがいいんやって言ってね、全くゼロでね、やるって、だから、ね、その、ゼロがいいっていう人からは、いやいやいや、そういうところ計算してるじゃない、それじゃあ、しゃばいってって言われるんですけど、いや、最低限生き残るための政策はしないとねっていう、ところはね、踏まえてやるんで、だから中途半端やって言われるんですけど、うん、そこは最低限必要なところ、それはサスティナブルにやるには絶対必要だと思ってるんで、うん、いけそうかなっていう時にはね、うん、ワンチャンあるかなっていう時にはちょっと無理かけるっていうこともやりますけど、正直無理かけてたから JR 西日本のやつですよ、キャッツイですね、回してっていうね、うん、だからどれくらいギリギリであれ回したかって言ったら、だってそれでクレジット上限って止まっちゃいましたからね、本当に、そういうところぐらいまでは一応かつめてやってますから、うん、まあそのあたりはやれる範囲でね、まあ逆に言うとその低予算でねどうやってね作るのかっていうのもね一つそれはそれで知恵の出しどころではあるんでね、うん、そういうのを楽しめたらいいんじゃないかなと思ってやってますよ。あ、ここ一閉まってる。あ、そっか、ここら辺全部閉まってんのか。わ、富士邸はすげえ混んでるな。そっか、年末年始ね。やっぱ親戚とか揃ったらね、そういった豪勢に行きたくなりますもんね。
んうちは当然そんな予算ございませんけど、何か年末吉野家かな、吉野家でガッツリ食うか。スシローは多分もうバカ混んでますもんね。お寿司行きたがりますもんね。でも吉野家も混んでるから、あ、そうか、お昼の時間か。あ、俺はタイミングは、あ、そうか、今昼か、12時なんか。あ、マックがね、やっぱね、すっげえ混むのね。すげえな、 2列でやってんの。すごいですよね、みんなちゃんと12時にマックを食いに来るんですね。逆に12時に昼飯食うのめちゃくちゃ珍しいですかね、私。あの普段の、工場の昼休憩が実はうちは12時じゃないんですよね。その兼ね合いですけどね。よし、じゃあ、一緒に食ってきましょう。